どうも、お疲れ様。リビさん、えー、いつも動画の方ありがとうございます。体の枝の更新動画をまたあ今日からね、3日間連続で、えー、流させていただきます。で、このようにですね、まあ、自動音声を使ったり、まあ、動画の案内をしたりとかね、これね、今求められているものすごくいいスキルだと思うんですよ。で、同じようにこういった抑揚のついたね、ものすごく耳障りの悪くない自動音声で、 短い動画を作るスキルっていうのは多くの方に求められてるものだと思います。まあですんでね、まあこれを多くの人にご利用いただけるように、まあアクションを始めてみられたらいいかなっていうのは私は常々思ってるんですよね。で、私自身自動音声で作れるもんだったらっていうね、まあそういったコンテンツっていうのは様々あるんですけども、まあ私の場合こうやってね、顔出しで喋って十分あの聞いていただける方がいるんで、今のところ必要ないかなと思いますけども、顔出しで喋りたくない。 トークがあまり上手じゃない台本をそのまんま打ち込むことによって機械が話してくれるんだったら自分も YouTube をやってみようと思うんだって人にかなりねアプローチできると思うんですよ。で、えー、とリピさんはね以前も Zoom 対談させていただいた時に、まあ、多分即可塾でもナンバーワンツーぐらいの集客力を持っていましたし、まあ、それからね従業員募集にもすぐに手を挙げてくださる方がいるぐらい信頼が厚いわけなんですよ。だからね さまざまなそのビジネスの,そのソースをね持ってるんですよねお金に代わるようなスキルをさまざま持ってるんですよレビさんはうんだからすごくいいなと思いますねはいえーでは以上のような形でございますまた動画の方送ってくださいお疲れ様です